奈良交通灰原営業所は奈良県宇田市灰原市の楽にあり、主に宇田市、飛鳥村をはじめとする奈良県中部の路線を担当している。定期路線バスのほか、秋に開催される全国薬草シンポジウム無料送迎バスや冬に灰原駅南口より運行される無料バスも担当する。営業所もよりバス停は市の楽であるが、やや離れている。 東の峰線2010年4月より、桜井市、コミュニティバスとして運行は、地域間感染系統として、国、奈良県の補助を受ける。2014年10月から、奈良県公共交通協議会の要望を受けて、天馬台から大宇田までの直通運転が実現した。事実上撃の灰原東吉野線の区間便である。2012年10月1日に、路線新設。 年末年始を除く平日のみ、運行廃止系統18.2138.39系統は名阪国道を走行する。かつては上野まで運行する16系統も運行されていた。38.39系統は平日ダイヤのみ運行。ハリーインターを境に18系統と連続運行する。2015年7月16日現在、61.64。 系統は平日のみ、63系統は土日祝日のみ運行。廃止系統桜井市、コミュニティバスのアスカ線と並行していたが2009年4月1日改正で一般路線のみになった。2018年10月1日改正でアスカ資料館市支部隊館が廃止された本数が少なく最終便が早い。詳細は桜井市、コミュニティバスを参照のこと。 大晦日から元旦まで臨時バスも運転される。かつらぎの営業所から遺憾された。奈良交通は、県北西部の奈良、学園前、高野原、生駒、王子、小井堂といった駅を発着する路線バスの収入で、県南部や県東部を走る路線バスを維持してきた。しかし、近鉄京阪な線の開業に伴い、そのようなことはできる状況ではなくなり、2006年10月に、 大規模な路線休止や再編が行われることとなった。以下の系統が、これにより休止になった。東吉野新湖線、灰原ネオポリス線、灰原王の線も原線室ウ線両区間とも、2012年に、宇田市デマンド型乗り合いタクシーに転換されているが、乗車は利用登録済みの宇田市民、旧室宇村行き通勤者、地域内で介護及び財産管理を行うものに限定されている。 古市城線等のミニ線東吉野村内線下記の路線の代替として古市城線の歌の東吉野村役場間の延長また東吉野村役場から東吉野村コミュニティバスふるさと号が運行されている。灰原新古線東吉野新古線東吉野灰原線天理立げ線奥宇田線桜井宇田の線奥宇田線 広域な基幹路線の運行について奈良県公共交通協議会 ABCD ダイヤ改正について平成24年10月1日より奈良交通2012年9月26日路線バスの運行について平成30年10月1日より ABCD 天理上野線ほか15路線の急廃止に伴う路線再編当事業計画変更について奈良交通 2006年9月27日 ?ABC 宇田市ホームページ宇田市英雄小バスのご案内ハット AB 四季の高校線他4路線の路線休止について奈良交通2007年3月22日ダイヤ改正について奈良交通2008年3月11日ダイヤ改正について奈良交通2010年3月26日 路線バスの運行計画の変更について、奈良交通2011年3月25日、路線バスの運行について、平成29年10月1日より、ありがとうございます。